韓国に随分もう20年ぐらい行って、で展示もたくさんさせていただいてまして、その間で何度も私は火種を踏んで何度も実は皆さんに怒られる体験をしてきてまして、その火種を踏むことは悪いことでは僕はないと思ってまして、踏むことによってああそういうことかっていう学ぶことの方が大きいので、もともとの火種を作ってるのはあれ日本人ですよね。日本もそうですね。じゃあその日本人の何かしら祖先を持った日本人がそのね、人たちを切り取るっていうすごい文脈です。そうですね。それを考えるとすごくセンシティブな文脈なので、うん、でもそれだからいかないというもんじゃなくて、やっぱり今現代の問題として我々が生きている今の問題ですから、うん、でそれはこの社会でも起こっていることですし、だからそこは避けるのではなくて、やっぱりそこに向き合うってことでしか、やっぱり先には進まないですよね、物事って。